前橋育英高等学校は、群馬県前橋市朝日が、岡町にある私立高等学校。学校法人群馬育英学園が経営し、近くには、利根川が流れる。全校生徒数はおよそ1,500人を超え、県内屈指のマンモス校として知られる。県内では、育英、全国的には、前育の愛称で親しまれている。体育系の部活動が活発であり、 特に男子サッカー部は全国屈指の競合としてもその名を知られている。また、近年は公式野球部も甲子園へ頻繁に出場するなど、高校野球の常連校となるなど飛躍を遂げている。その他、女子サッカー部や男子バスケ部、柔道部、陸上競技部なども全国屈指の競合として知られている。進学面にも力を入れており、 毎年50名前後の国交大学合格者を輩出している。なお、宮城県にある仙台育英学園高等学校、兵庫県にある育英高等学校、奈良県にある奈良育英高等学校などとは無関係である。正直、純潔無視、愛の道義標準に基づく道徳理念を培い、地域、特域、体育をもって人格の当野と連生を図り、 常に国際的視野に立って世界平和と社会の福祉に貢献できる人材の育成を期すること男子、女子共にブレザーセーター長袖、ベストがある。サッカー部、陸上競技部、柔道部、公式野球部、バスケットボール部、サッカー部、陸上競技部、柔道部、ソフトボール部が強化指定クラブに指定されている。前述の通りサッカー部は全国大会の常連であり、 選手権、優勝1回、準優勝2回、4強4回の実績を誇る。また、山口祖弘氏や松田直樹、細貝萌えらをはじめ、70名以上のプロサッカー選手を輩出している。別コーチに、サッカー、高崎グラウンドと呼ばれる練習場があり、部の練習場にとどまらず、U-18 の公式戦や J2 ザスパクサツ、群馬の練習場などにも利用されている。 群馬を代表する強豪として知られる。2013年に高橋光成らを擁して夏の甲子園で初出場初優勝という快挙を達成。2021年には史上初となる夏の県予選後連覇という偉業を成し遂げた。荒井直樹監督が社会人野球の伊スズ自動車、公式野球部でプレーしていたことからユニフォームは 同社の公式野球部のデザインを流用したものが使われている。冬の選手権の出場回数は14度を数え、冬夏、通算5度の8強入りを果たすなど、関東屈指の競合として知られる。OB には現在新州に所属している、熊谷渡るらがいる。県内屈指の競合として知られ、令和2年の学校大校では9年連続14度の優勝に輝いた。 どの競技も高い実績を残しているが、特に棒高跳びは、毎年全国での上位進出が目立っている。関東屈指の競合として知られ、平成30年度のインターハイでは4競入りを果たした。この記事は、プロジェクト、学校、高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。